いや、誰もいない高槻駅を見れるっていうのも始発列車に乗る人の特権ではないでしょうか。皆さんこんにちは、サンシャイン真村です。現在私は自称サンシャイン真村の聖地とされている高槻駅の方に来ております。2023年夏に発売されたサイコロ切符の抽選にサンシャイン真村惜しくも外れてしまったということで、現在動画のネタ切れ状態の方が続いております。しかし動画を出さないとチャンネル的にもやばいので、今回は2023年冬に行ったサイコロ18切符の続編を投稿していきたいと思います。しかしね、名称が変わっているのでドドンと発表していきたいと思います。その名も18切符でルーレット、イエイ。まあ基本的なサイコロ18切符のルールを利用しつつ、ちょっとだけね、アレンジを加えたものとなっております。そのアレンジを加えているのはただ一つ。行き先をルーレットで決めているという点です。サンシャイン真村サイコロ18切符の企画をやるにあたって、天国コース6枚、地獄コース6枚の計12枚の工程でね、作成したわけで、最初の方はサイコロ振っても工程を選べるっていう状態にありました。しかし現在7つ工程が余っていて、サイコロを振っていくうちにサイコロのマス目以下の6以下に、ね、なってきて、サイコロを振ってもね、選べない状態になってしまうんですね。なので今回はまず最初に封筒を7枚シャッフルして並べます。左から初回やったら1から7みたいな感じで並べます。それで次に今回スマートフォンのアプリルーレットの機能を使ってルーレットを回して出た数字の封筒を開けて、その工程で1日過ごすというような単純なものとなっております。前回のサイコロ18切符やった時に地獄コースが3枚、天国コースが2枚という感じになっているので、現在は、天国コースが4枚、地獄コースが2枚、3枚ですね、みたいな感じで残っているので、今回5回18切符でルーレットをやっていくんですけれども、まあ絶対1回以上は天国か地獄が何かが出るというような感じになっているので、視聴者をワクワクさせられるのではないでしょうか。ではね、長い話をしても無駄なので、早速ルーレットを引いて今日の工程を決めていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではですね、こちら封筒を並べていきたいと思います。左からですね、7、6、5、4、よいしょ、3、2、1みたいな感じでなっております。では早速ルーレットの方を回していきたいと思います。一発勝負ですよ。ではスタート。さあ何が出るかな。今回は2番ということで、このカードですね、このカードですね。では早速中身開封していきたいと思います。はい、ではですね、こちらちょっと番号を書いてないんですけど、こちらもう正真正銘2番のところに置いてあった封筒ということで、早速開けていきたいと思います。オープン。さあ一発目、初回は何が出るのでしょうか。はい、初回の工程こちらです。うわ、やばいやつ来た、やばいやつ来ました。はい、こんな感じです。初回から地獄ですね。18切符関係なし、最長路線バスに乗れということでね、もう初回からもう18切符関係ないですね。もう天国コース5つ企画思いついたんですけど、最後の1つが思い浮かばないということで、これになりましたね。最長路線バスっていうのは、現在奈良交通さんが運転している八木新宮線に乗って、まあ18切符でその行くまでの工程を使うみたいな感じになります。はい、みたいな感じで今回も面白い展開でいけるのではないでしょうか。それでは行ってみましょう。おー、はい、普通列車の出発する3番乗り場にやってきました。ということで最初に乗る列車こちらですね、普通京都行きです。始発列車のため高槻の、ね、車両所の方からこう逆で、ね、入線してくる朝しか見られないレア光景となっております。ではこれに乗って京都まで行きたいと思います。はい、一応ね、工程はざっくりこんな感じになっています。とりあえず京都まで行って、奈良線で奈良まで行って、万葉まほろば線乗って宇根火駅ですね、大和八木の最寄り駅の宇根火駅まで行って、そこから八木新宮線に乗り、新宮から亀山経由で高槻に戻るというようなね、結構地獄な工程になります。いや、どんなのか楽しみですね。では行ってみきましょう。
い、京都駅に到着しました。やっぱり朝の始発列車ということもあって人多いですね。では次はね、JR 奈良線に乗り換えていきたいと思います。はい、次乗車するのがこちら5時33分発の普通奈良駅です。八木新宮線のバスが出発する山手八木駅は京都駅から近鉄で行った方が早く快適に行けるんですが、今回は青春18切符を使っているのでこちらの JR で行きたいと思います。ちなみに、最寄り駅の方が万葉まはろば線の海根尾駅となっているので、奈良までこれ終点まで乗る形ですね。それでは行ってみましょう。に到着しました。ちょっと出てたんですけど、奈良線は先日のダイヤ改正で多くの区間で複線区間だったので結構早くて、列車の行き違いをする駅も少なかったので快適でしたね。まあ、個人的には221系乗りたかったんですけど、では次は奈良から万葉まほろば線乗って大和八木駅の最寄りの畝美駅へ行きたいと思います。はい、次乗車するのが6時55分発の普通王子行きです。このサイコロ18切符の工程を作ったのが2023年春のダイヤ改正前のやつなんですね。なのでちょっとだけね、列車のね行き先とかダイヤが違うんですよ。しかもこれ見てください、3から8の6両ってまさかこの時間221系来るんかなと思ってちょっと期待してたりもしますね。はい、次はこちら普通王子行きに乗って畝美駅へ行きたいと思います。見てください、路線記号でアンダーラインがない普通の幕ってかなりレアですよね。いや、朝の時間はこんな感じで227系2両とかじゃなくて221系6両が入ってるのはねすごいなと思いました。いや、快適そうですね。はい、畝美駅の方に到着しました。ご覧のように2面2線で列車の行き違いができる感じの駅となっていますね。ここで、乗ってきた列車を見送っていきたいと思います。これすごいのが、奈良出発するときは普通だったんですけど、この万葉まほろば線に入ってから快速 JR 南波行きに化けてるんですよね。いや、これなかなか面白くないですか。ちなみに乗っている時は、227系1000番台と一切すれ違わなかったですね。では駅降りていきたいと思います。いや、これすごいのが駅舎っすよ。これめっちゃくちゃね、これ木造建築の田舎の家みたいな駅舎になってるんですよ。いや、すごくないですか。ちなみに畝美駅はこの時間帯は人がいない無人駅となっているみたいですので、18切符の人はまあこのまま降りる感じになります。ワンマン運転の場合は運転士に18切符見せて降りることができます。はい、駅の外に出てきました。いや、もうなんか
駅舎がね、歴史を物語っている感じがありますよね。こんな感じで、うねび駅は開業130周年ということで、いや、これ開業当初からこの駅舎使ってたら結構すごいっすよね。もう伝統さが感じられます。ということでね、もう18切符を使うのは一旦ここで終わりです。では早速、八木新宮線の出発する大和八木駅までここから歩いていけるんで歩いていきたいと思います。はい、大和八木駅見えてきましたね。うねび駅から歩いて5分ぐらいの場所にあるんでね、非常に裏乗り換え駅としては便利なのではないでしょうか。ちなみにね、バスの出発時間が朝の9時15分で、今の時刻がだいたい7時40分ぐらいなんで1時間ぐらいあるんですね。で、まあサンシャイン真村、サイコロ18切符のロケからそうなんですけど、こういう始発から出発するロケってね、ご飯食べてないんですよ、朝ご飯。なんでね、ちょっと近くでね、朝食食べれる店なんかないか探して、そこで食べてからバスの乗車券を買いに行きたいと思います。ちゃんとね、あそこに近鉄の車両が止まってますね。はい、大和八木駅の中にミスタードーナツがあったんで、モーニングセットでホットドッグとコーラとドーナツ2点は単品で付け足しました。まあ朝食らしくないですね。では食べていきたいと思います。はい、では本日のね、メインの八木新宮線のバス乗り場にやってきました。大和八木駅南口のこの2番乗り場から出発みたいです。結構いろいろ行き先ありますね。ということで時刻表を見ていきましょう。この2番乗り場から出発するメインのバスはイオンモール橿原行き。こちらのイオンモールもね、奈良県の中では結構でかいみたいなんですけど、こちらはね、かなり高頻度で運転されていて、路線バスもね、結構人が乗っていますね。逆に八木新宮線の路線バス、これ見てください。1、2、3本しか走ってないんですよ。土休日も3本しか走っていません。このね、8系統と28系統もね、なかなか本数少ないですけど、いや、これこそ秘境バス路線感が出てますよね。そして驚くべきなのが、これ路線図なんですよ。今こちら大和八木駅南口いるんですけど、こうどんどんバス路線進んでいきますと、うわー、長い、めっちゃ続いてる、めっちゃ続いてる。で、終点が新宮ということで、いや、バス停の数多すぎますよね。そうなんです、日本一の路線バスということもあって、バス停がだいたい168個ぐらいあるみたいな、なんか話を聞いたことがあります。いや、これ路線図を見るだけでもかなりスケールがありますよね。ではバスのが来るのが9時15分なんでね、ちょっと待っていきたいと思います。はい、バスのチケットを購入しました。168バイクバス配布乗車券、大和八木から新宮まで5350円ということで、いや、全区間乗り通すだけで5350円ってかなり高くないですか。こちらの奈良交通のバスセンターみたいなところで切符買えるんですが、バスが出発する9時から9時15分の間だけ営業してて、通常営業は10時から18時なんで、皆さん気をつけてください。なんでバスの時間に合わせて特別営業してる感じですね。いやー、この切符見るだけでもなんかテンション上がってきましたね。いやー、見てください、手前にイオンモール橿原ってあるんですけど、いや、奥のね、この新宮のね、文字感がやっぱすごいですよね。もうちなみにここのバス、ほとんどのバスが奈良県内で行く路線バスなんですけど、一つだけね、和歌山県行きますかね。しかも奈良交通が和歌山県行くって言ったらね、なんか面白いですよね。はい、本日乗る新宮行きのバスがやってきました。いや、上にね、特急301と書いております。いや、他の路線バスより違う感が湧き出てますよね。他の奈良交通は緑色なんですけど、このバスだけオレンジ色ですね。あ、横にいろんなマスコットキャラクターがラッピングされています。外観はね、普通の一般のノンステップの路線バスとなっています。それでは乗っていきましょう。整理券を取って、いや、すげえな、これ座席豪華っすね。まあ僕はね、いつもバス乗ったら前乗るのがね、好きなんでね、今日はここ陣取っていきたいと思います。いや、特等席だ。それでは座席解説をしていきます。もうね、普通のね、路線バスとは違うんです。この座席見てください。普通の路線バスだったらこの背もたれの高さこれぐらいなんですけど、ね、
この八木新宮線に特化したバスはここまでの背もたれがあります。もうこれはもう完全に長距離路線バスを連想させますよね。それで窓にはね、これカーテンついてるんですよ。しかもね、ただのカーテンじゃなくてこれ、ね、模様入りですよ。いやーすごいっすね。それでこちら側にはカップホルダーと荷物掛けがついててね、もう高速バスですね。ちなみに八木新宮線でね、途中で何か食料を調達できるかわからないので、あちらのねローソンがあるので、あそこでね食料調達をおすすめします。で、車両がですね、日野のなんだっけ、エルガじゃない、日野製の、あのまたテロップ出しとくか、日野製のバスですね。それでね、これ所要時間見てください。これ戸塚温泉まで4時間20分なんですけど、新宮まで乗り通すと6時間20分なんですよね。いや、最長路線バス感が漂ってますね。ではどんなね旅が繰り広げられるのか、実際乗って確かめていきたいと思います。五条バスセンターに到着しました。ここでね、15分ほど休憩があります。バスセンターはこんな感じで、待合室と隣にイオンがあります。いや結構立派ですね。いや普通の路線バスなのにね、こんな感じで休憩がある路線バスもね、なかなかないと思います。いやすごいですね。あそこのバスセンターからすぐある柿の葉寿司の店にやってきました。ここのね、柿の葉寿司すごい有名で、こんな感じでまた詰め合わせのやつ買ったんで、またバスで食べようと思います。いや、あと3分や、すぐ戻らないといけないですね。ではまたバスに戻りたいと思います。
たよ、どうぞ。はい、上野地バス停に到着しました。いやー見てください、さっきの五条バスセンターと比較したらね、めっちゃ山の中っすよねこれ。いやすごい、もう自然に囲まれてるなという印象を受けます。バスの出発が12時28分ということで、近くに谷瀬の吊り橋があるということで、ちょっと名所ということで今から行っていきたいと思います。いやーバスすごいな。いやー一応ここ十津川村って奈良県の中、いや日本の中でもねすごい大きな村の一つとなっておりまして、こんな感じで観光マップも広いですね。いややっぱり都会の夏と比べると十津川村は結構標高が500メートルぐらいの場所にあるので、自然も豊かでちょっと涼しくて、最近ね猛暑日とか言われておりますが、そこに比べると過ごしやすいのではないでしょうか。いやすごい、これがあの名所の谷瀬の吊り橋です。いやすごいなこれ、おめっちゃ長い、めっちゃ長いということで、ね、渡っていきたいと思います。それでは渡っていきたいと思います。いや怖いなこれ、いや本当に落ちないよな、穴開いたりしないよね、ほんまに怖いです。おお揺れてる揺れてる揺れてる、いやすごい、おはっはっ、いやーこれもし穴開いたりしたらねもう死にますからね、もういやもう足が震えます。いやー怖い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 、おおおお、いや待って、いやマジで怖いっす。ちょ渡りきれるかな、渡りきれるかな、いい怖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 い、あヤラさんといてくれ、ヤラさんといてくれ、マジ怖い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 、あちょっと、いやー怖い、怖い怖い、ちょ待って、やばいやばいやばい、いやいや無理無理無理、ちょ待って、いやちょ待ってください、マジ動けなくなりました、ちょ戻ろ戻ろ、一回戻ろ一回戻ろ、怖い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 、これこれこれ、ちょいやちょ待ってください、吊り橋にしてはこれ怖すぎますよ、ちょ一回リタイアでまたもう一回渡りたいと思います。今ねあの顔自撮りアングルでお届けしていますが、いや怖いっす、もうカメラとか落としたらもう死みたいなもんなんでね、もう怖いっす。いや
若い人がね大勢来てるんですけどね、よう渡れるな思います。あー揺れてる揺れてる揺れてる、怖い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 、無理無理無理、ちょ、うん、いやあんな向こうまで行ける人なんてすごいと思いますよ。なんでね、もう無理っすね、戻りましょう。だいたい橋からだいたい10メートルぐらいのとこにやってきました。正直怖いんですけど、なんとか立ててます。いやでもこう、わかります？なんかね、揺れてるんですよ。もう、橋がね、こう、ひっくり返ったり、穴開いたりして、ほんま落ちないから怖いんですよ。もう嫌だっすね、この。ね、ぜひ、度胸のある方は浜の中まで行ってみてください。サンシャイン真村、行けるかな？あ、怖い怖い怖い。怖い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 。怖くない言うたらいけんか、怖くない、橋は最強や、橋は最強や、ランラランって、無理やんな無理やんな、ごまかしても無理っすよね。いやでもね、それにしてもね、川めっちゃ綺麗じゃないですか。もう川がね、もうめっちゃめちゃ綺麗っすね。いやここでねキャンプしたりしたらもう最高じゃないですかねって思ったりもします。はい、今ね安全な場所から谷瀬の吊り橋見ております。長さ297.7メートル、高さがね54メートルということで、54メートルやったらだいたいどんぐらいやろう、マンション30階ぐらいとかかな。いやそんなにいかへんか。いやでもねこれ落差がすごいっすよ。こんなとこからもうバンジージャンプしたで多分死にますね。いや一応ね外のところからアーチ状でこの棒が引かれてて、固定を仮固定みたいな感じでされてるんですけど、もう怖いっすね。もう真ん中まで行ける根性ある人ほんとすごいなと思います。っていうかあんな向こうのところに人が住むかっていう話なんですよ。いやー毎日こんな橋渡って生活してる人がいたらすごいなって思いますよね。昼食はね柿の葉寿司をちょっと休憩時間に頬張りたいと思います。それでは柿の葉寿司をちょっと食べていきたいと思います。お、これサバですね。あ、そうか、葉ごとは食えない。やっぱりいつも通りの味ですごい美味しいです。やっぱバスでね、この柿の葉寿司が違和感がしっかりすぎてね、ちょっとおかしいかもしれませんが、ぜひ食べてみてください。はい、戸塚温泉バス停に到着しました。ここが最後の、八木新宮線のバスの休憩のスポットとなっています。いやちょっとねここ最近ねアルバイト行ったりとかしてなんか夜更かししすぎてね寝不足なんですよね。だからちょっとバスの中でところどころ意識を失ってるなという印象を受けますね。本当はね全部起きてたいんですけど6時間はね起きるのはね至難の業かもしれません。
ちょっとなんか雨がポツポツ降ってきたなっていうな感じなんですけど、もしかしたら天気が変わってきたのかなという印象を受けます。でこれすごいのがね、これ見てください、これ足湯があるんですよ。これしかもね無料で入れる足湯、いやすごくないですか。戸塚温泉ね行ってる暇ないので、ここでね超満喫したいと思ったらタオルを忘れたので手で足湯みたいな感じになってしまいましたね。あー足湯入りたかったな。はい、ではねちょっと足湯がどんな感じかちょっと触ってみたいと思います。あー熱い熱い、結構熱いっすね。やっぱ源泉かけ流しって書いてるだけあって熱いなという印象を受けました。それにしてもこの辺りまで来ると結構標高が低くなったなという印象も受けます。ちょっと川もね、あの吊り橋の方は結構青かったんですけど、こっちはちょっと緑っぽいですね。中はねこんな感じで自動販売機とかあって小さな待合室になってます。これね、ここには戸塚って書いて、これトトロの猫バスがありますね。でここにはね本がいっぱいあるんですけど、よくあの小学校の図書室によくあるなんか丸々の秘密シリーズの本とかねめっちゃあって、すごい懐かしいですね。これ航空会社の秘密とか、あこれ小学校の図書館の本をこれなんかここに置いている感じですね。いやー懐かしいなこれ。ちょっとね今人いないんでちょっと車内解説していきたいと思います。この八木新宮線のバスの特徴なんですが、この全部の座席がねこうヘッドレストカバーと座席が結構いい感じの座席になっています。こんな感じで網ポケットとドリンクホルダーがついていて、結構高速バスに似た印象を受けます。それで出入り口に近い2つの座席が車椅子対応の座席となっている感じです。ここにはね吊り革もあって、基本的な部分は他の路線バスと変わりはありません。一応奈良交通のバスということもあって、ご覧のようにピタパ、イコカなどの交通系 IC カードも使えてね、ここにカードリーダーもあるんですが、まあ IC カードでね全区間乗り通すときに使う人あんまいないと思います。個人的にはあのバスチケットね、これ買った方がちょっと安くなるのでおすすめです。今運転手の方がですね、これ始発から大和八木から新宮まで乗り通した方への感情のされたことの乗車証明書とね、これ八木新宮線の路線図をねちょいただきました。いやーこれすごいな。しかもねしおりはね吉野杉を使っているということで、これすごいっすね。皆さんもね感情したら全員にもらえるんで、ぜひチャレンジしてみてください。さあホテルスバル航空会社前二宮温泉ハワイ温泉経由ご乗車ありがとうございました。
ご注意ください。はい、終点の新宮駅に到着しました。所要時間がだいたい6時間35分めっちゃめちゃ長かったです。もう海に面していない奈良県の大和八木駅からこの和歌山県の海沿いにある新宮駅まで路線バス1本で来れるって考えたらすごくないですか。しかも奈良交通のバスが和歌山県にいるんですよ。いやーすごいですよね。この通る市町村であったりとか、このドアに書いてある大和八木から新宮までの一直線で結んでいるのを見ると、なんか路線が圧巻すぎるなっていうのを受けますよね。ではこのバスを見送っていきたいと思います。ちなみにですね、新宮駅から大和八木駅に行くバスももちろん運転されてるんですが、こちらはね朝に3本ある感じですね。土休日も3本ですね。ちょっと時間が変わるだけで、いやでもこれはちょっと時間が早いので乗るのは難しそうですね。いやすごい、こっちから見ても路線図が多くて結構すごいなという印象を受けます。ちなみにここからは和歌山の有名な観光地白浜へ行くバスも2本出てるみたいですね。白浜まで3450円、194分だからだいたい3時間ぐらいで行けるんですね。いや結構長そうですねこっちも。はい、ではバスを見送っていきましょう。ちなみにもう、うわ改装中の文字が結構見えにくかったんですけど、よかったですね。いや
やっぱ6時間乗ってきたバスをお別れってなるとね、なんか寂しいんですが、ちょっと見えにくかった方のために言うと、改装中これからもずっと地域と共にって書いてありました。いや、この八木新宮線は地域と作り上げている路線バスだなというのは改めて実感しました。はい、大和八木駅から新宮駅までは奈良交通の路線バスに乗ったということですが、もうこっから大阪へ戻るには、もうこっからもう青春18切符が本番ということになります。あ、それにしてもこう壁の絵がこう綺麗ですよね。すごいアート作品があっていいですね。では早速ね、また新宮駅の方行きましょう。はい、本日乗車するのは一番上の16時14分発の普通滝行きです。なぜこれに乗るかって言いますと、新宮から大阪京都方面に行くのであれば、三重県の松阪とか亀山を経由した方が早く行くことができるんですね。逆に下の紀伊田辺経由で行っても帰ることはできるんですが、ちょっと所要時間が長くなるのと、結構日をまたいで終電に近い時間になってしまうので、今回は松阪経由で帰ってみたいと思います。いや、新宮駅見てみたんですけど、これ懐かしいですね。昔381系の黒潮についていたあのパンダシートって呼ばれるやつで、これ座ってね、写真撮影することができたんですね。今は381系の黒潮は走ってないんで、こういう駅だったりとかアドベンチャーワールドに置いてあったりします。それで駅舎はこんな感じで、緑の券売機プラスと一応駅員もいる感じですね。こじんまりとした駅舎ですね。はい、新宮駅から再び列車に乗っていきます。新宮駅は JR 西日本と JR 東海の境界駅となっていますが、 JR 西日本の管理駅となっています。なのでご覧のように JR 東海の車両もやってくるんですね。ということで最初はこの普通滝行きに乗っていきたいと思います。車両は三重県内ではおなじみのキハ25ですね。もう外観はほぼ313系です。いや、この車両もよく乗ってるんで見慣れましたね。滝駅の外にやってきました。一応ねこの駅特急停車したり三宮線と紀勢本線が乗り換える、まあ分岐駅ではあるんですけど、見てください、あちらにね懐かしい管理地の山崎ショップみたいなちっちゃいコンビニしかなくてね、もう閑散としています。何もありません。そしてこちらにはですね、キハ25が1、
2、3編成止まっております。もうねめっちゃめちゃ田舎駅ですね。ではちょっと駅の方行きたいと思います。でこの滝駅での接続は非常に悪くて、先ほど19時20分ぐらいに電車着いたんですけど、亀山行きの電車がね大体5分ぐらい前に行ってしまったんですね。で次の亀山行きが20時18分まで来ないんですよ。で今回ちょっともう滝駅の周りに何もないんで、もう快速三重名古屋駅に乗って、大体まあギリギリ行ける限界の2まで行って、2で何か飲食店を探して何かご飯食べてから、この亀山行きにまた後から来て乗れるので、これで行きたいと思います。いやー何か一件でもあったらよかったのになとちょっと残念ですね。こちらには先発の特急南紀8号名古屋行きが入線してきました。車両の方が新型の HC85 となっております。特急南紀も夏から車両が変わったんでね、なんか新車の新しい感じがあっていいですね。結構人乗ってて特急南紀も需要あることが読み取れます。では見送っていきたいと思います。快速三重名古屋行きがやってきました。ではこれに乗って、津駅まで行きたいと思います。あ、今回の車両は2両ですね。いやでもちょっと滝駅虫多いですね。それをどうにかしてほしいなと個人的には思います。では乗っていきましょう。に到着しました。快速三重号は通から伊勢鉄道を通って名古屋方面に行くので、今回はここで降ります。それにしても結構人乗ってますね。では見送っていきましょう。津駅ってねすごいのが、近鉄のね津駅と改札なしで行けるんですね。どういうことかって言いますと、この津駅共同の駅舎となっていまして、近鉄の駅と JR の駅が共同になっているという感じになります。今回あっち側に飲食店が充実しているということで、こっち側に出たいと思います。いや見てください、駅の真ん前に吉野家があります。ということで、ね、もうここでねさっと食べたいと思います。ね、吉野の牛丼、並とね、豚汁ですね。僕は味噌汁もね、もう断然豚汁派です。ではね、まあ味は皆さんご想像つくと思うので、食レポはカットしてさっさと食べないとね、乗り遅れてしまうんで、さっと食べたいと思います。次乗る普通亀山駅がやってきました。ではこれ乗って亀山へ行きたいと思います。では普通列車の亀山行き、ワンマン列車です。次は西新線、前降り車両の一番前のドアをご利用ください。
亀山駅に到着しました。ここからまた JR 西日本の関西線に乗って津江駅まで行きたいと思います。この亀山駅は前も動画に説明したと思うんですけど、 JR 東海と JR 西日本の境界駅となっていますが、唯一 JR 東海が管轄する境界駅となっています。次の列車は3番乗り場から出発するということで乗っていきたいと思います。次乗車するのは関西本線ではおなじみのキハ120なんですが、珍しいですね。夜中の時間帯はオールロングシートの1両なんですね。普段は2両なのになんか珍しい気がします。到着しました。意外とね、1両だとキャパオーバーみたいな感じですね。では次は草津線の列車に乗り換えていきたいと思います。はい、次乗るのがね、こちら普通草津行きです。なんと 221系の8両ということで、すごい長いですね。今までは国鉄車両が多く走っていたんですが、現在は221系とか223系など JR 車両に置き換えられています。では乗っていきましょう。コロナがね、終わってからね、ドアボタンもね、これ押すやつ戻ったんですよね。なんでこれ押せてね、なんか新鮮な気分ですね。撮影日に JR 神戸線で人身事故があった影響で、もう夜まで琵琶湖線の列車が遅れている関係で、この遅延が草津線にも響いてるんですね。なのでこの高架駅で6分プラスで停車するみたいです。いやー、これ最終列車間に合うかなってちょっと不安になるんですけど、間に合うのか待ってくれるのか、遅れてて運よく乗れるのかわからないんですが、さあどうなるのか。草津駅に到着しました。現在琵琶湖線が神戸線の人身事故の影響でダイヤが乱れてるんですが、なんとか新快速には予定の1本前の列車に乗り継げそうなので、一番上の22時46分発8分遅れの姫路行きの新快速に乗りたいと思います。はい、電車入線してきました。あまり人乗ってないんで安発の新快速ですね。では最後これ乗って高槻へ戻りたいと思います。無事高槻駅に戻ってこれました。ということで乗ってきた列車を見送っていきたいと思います。
はい、サイコロ18切符の続編企画ルーレットで18切符の動画1回目いかがだったでしょうか。1回目は地獄コースということで青春18切符関係なく日本最長の路線バス奈良交通の八木新宮線に乗るという、なんだろう、青春18切符と全く関係ないような動画でしたがいかがだったでしょうか。まあこの企画はね、サイコロ6つ目あるじゃないですか。天国と地獄6つずつ企画を考える中で1個だけ思いつかなくて、まあ無理やりねじ込んで考えたような企画となっております。まあの、まあ八木新宮線もね、まあ乗る人っていうのはもう全区間乗り通すのはもうマニアしかいないんですけど、まあところどころ戸塚温泉までだったりとか途中の熊野大社のあたりから乗る人とかいて、結構区間分けての需要があるなという印象はやっぱ強かったですね。ちなみに現在のところ地獄コースが2コース天国コースが4コース残っていて、もしかしたらこの18切符でルーレット企画をやっている中で地獄企画全部消費するかもしれません。では次回はサンシャイン馬村どこに飛ばされるのか、ぜひ次回の動画もお楽しみにお待ちください。ではこの辺で動画を終わります。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。